で36分です。ここもねすごいね、ボール取り返しましたよ、はい、ここでね一瞬ちょっと止まるんですよね、はい、あですね、はい、岡山のディフェンダーがね、でも結構遠くから狙ってきましたね、はい、ここはもう迷わず打ってますからね、はい、はい、また見ながら絶妙なシュートでした。アディショナルタイムに入ってコーナーキックからジエゴのヘディングシュート、これが J リーグでは初ゴールになるんですが、1点を返したんですが、三笘も粘り強く戦って、これジエゴ選手が1点を返しましたね、ここはボールに行っています、ノーファール、前が渡して、浜崎の折り返し合わせた、追いついた、木村のゴール、水戸がどう、ニアを続けてきた、来た、今日もいいボール、ニアがドンピシャで決めていきました。先制はホームの水戸ホーリーホック、今度はファエ、おっとリング見事に決めました、八須賀、いや高かったですね、今度は頭を越えるヘッド、先制ゴール、点、いや本当非常にね質の高い、まあ、サイド平岡のヘッドを決めた、難しいんですけどもね、ここでスッと触っていいシュートですね、ゴールキーパーの前だ、長澤2ゴール目、うん、まあ、どちらかというとグランダーのボールで勝負したいというところあるんじゃないかなと思いますね。長澤4試合連発、長澤本選手かと思いますけれども、まあ、あえて七選手がニアサイドですよね、狙ってくるという可能性もありますね。浜崎狙った、決まった、浜崎直接決めました、水戸逆転、さあどこに合わせるか、あっと直接いった、吸い込まれていきました、勝ち越し、3点目は仙台、空いてましたよね、だから、まあ、大久保のポジショニングっていうのは少しどうかなと思いますけど。